な歩くと思わなかった。10分ぐらいだと思った。15分とか。あ、ここの下じゃなかった？だから本当に？じゃあそこに井戸なかったらもう違う道だよ。井戸あれでしょうか。開いて、危ね。ないじゃん。ないね。じゃあ違う道なんだ。違う道だ。戻るか。え、なんで？いや、これ以上多分歩ってもマジで違うとこ行っちゃうんじゃないこれ。だって相当歩ったよもう。え、どうし、え、え、だってもう多分2キロぐらい歩ってない。いや、歩いてるけど戻れないと思うけど。え、それで来たんじゃないの。いや、だからさっきの道戻って、あ、さっきの井戸のとこ行けばいいやん。だってこれ以上行って、だって違うとこ行っちゃったら、だってもうマジで帰れないよ。だって車置いてあるとこだって分かんなくなるし。いや、でも朝になったら帰れるでしょ。いや、そんなもんかな。うん、分かんない。私はこういうふうに歩いたことないから。いや、戻った方がいいでしょ。歩きすぎたって。もうだって2キロぐらい歩ってるって。絶対井戸まだ1個しか見つけてないよ。だって全部見つける気なの。だってそうだよ。見つかれ。だって帰った方がいい？帰った方がいい人乗せて。じゃあ、のが多かったら帰る。まあ一応道はまだあるんだけどね。今から戻ってもちゃんと帰れるかも微妙なんだよね、正直。照らしてよ。道はまだ続いてるから。え、のがあんまりないよ。行こう。だって行けだって。以上行ったらとまず違う。だって配信で面白いのはさ、止まるとこでしょ。やっぱ迷って、うん、これさ、もう映ってないし。これ頭の取って、これ熱いんだよマジで。取っていいじゃん。じゃあ入れて。これマジで熱いから、はい、帰るのだってよ。熱い。あ、すごい無理だよ。これ怖い。巻きついてんじゃん。もうまた荷物ばっか増やして。この人は電波と要相談だって。汗がやばいもん。じゃあちょっと休憩する？座って。歩きっぱなしだからそう思うんだよ。ちょっと汗やばいってマジで。本当に超熱い感じ。私も汗がやばい。この熱くなってる。このカツが超 熱こもって。マジで行くの？いや、もうどっちでもいい。任せる。企画はそっちだから。戻ってあの1個目の井戸のとこ行こうよ。だって行けないじゃん、あそこは。危ないし、行けないじゃん。いや、でもあれも取るだけでいいでしょう。え、じゃあ私が照らしてるから行ってね。いや、無理無理。だって急じゃん。だってその井戸行こうとしてもここまで来たわけじゃん。だから行けないってこと。あそこ、なんか足場の悪い道。あ、でも見て、光があるよ、あそこに車が通ってんじゃない？え？光った。なんで？車、あれ。車あれ？うん、車。何の音？コウモリとかでしょ。何の音？ね、あの光何？黙って。あの光。何の音？あの光なんだろう。あれ？光消えた。なんか落としたとか言っちゃう。見て。光ってるって。あれ何、あれ、さっきあそこで車通ってたんだよね。うん。なんかめっちゃ落としたぞ今。木のめっちゃ木の落としたよ。だから別に通りでしょ。ほら、で、いや普通に鳥じゃん。静か。警察かな。でも警察はピーポーピーポーってならない？ライト消せ。だって一回怖いって。ライト消して。静かにしよう。じゃあ、はい、消して。動物の匂い、お匂い、声だ。
じゃあ行く？行く。うん。で、動物の声だよ。カーって言ってた。だ、車が通ったんだ、さっきそこに。だから最悪警察来たよ。警察じゃねえ。まあ警察来たら強制終了だから、まあしょうがないってなるよ。もしかして心霊とかじゃなくて警察じゃねえこれ。だ、車が通ったよ。あからさまなんか車のドアの、あそこに道があるんだよね。あそこ行く？警察のとこに。でもこれふれあいコースだから。熊？熊来たらどうしよう。っていうより熊が怖い。あ、だ、熊だったら戦うかな私は。ね、熊が来たら私が戦うから、さ、春日は逃げてほしい。もうお前を犠牲にして俺は生きる。そう、全速力で戦う。この携帯ぶん投げるから。じゃあ早く行こう。あそこにだから警察だから、なんか車がいるから。いやね、もし熊に食われることがあっても、それはもうカメラは絶対に、もう自分が食われてもカメラだけは絶対にオンにしとかないとだから。うっせえ、うっせえ、せめて撮られてくれよ。死ぬ時は配信で死ぬって決めてるから。俺はなんかそれ一切聞いたような気がする。俺はもう葬式配信までするから。え、私と一緒じゃん。俺はね、死ぬ間際まで配信してたいんじゃしてたいんじゃって。じゃあもうここで死んでもいいじゃん。でもなんで車通ったんだよ、そこに。最後にね、最後に守るのは自分の命じゃないから、うん、カメラアングルだから。カメラ、吉江さんするかね。いや、もっとウロン茶持ってくればよかった。思いたいけど、飲みながらね。でも何も怖い気配がしないんだよ。ただ足場が悪いなっていうだけで、うん、本当に怖くないけど戻れないんだなとは思う。てかさ、このさ、カツラ取ったらだいぶ暑さが紛れた。紛れた。カツラって暑いじゃん。とんでもなく暑かった。これ取ったらだいぶ変わったわ。井戸？うん、さっきの井戸はもう見つからないと思う。これなんだ、ね、ちょっと休憩する？休憩できるところじゃないだろこれ。でもここでちょっと休憩する。歩きっぱなしは疲れるんじゃない？体力の消耗にもなるし。え、リスナーどうする？戻ろうよ、これもうマジ帰れないって。帰れないよ、当たり前じゃん。歩きすぎだってこれ。え、なんでまた気づかないの？これ歩きすぎだもん。何キロ歩いてて、1時間ぐらいずっとまっすぐ歩いてんだよこれ。3、4キロ。これ戻れないってマジで。だから最初からそんなの分かってんじゃん。車ある場所だってさ、分かんなくなったらやばくね。だって井戸は見つけたい一箇所だ。ここでさ、だからさ、休憩しようって。汚いけど。うわ、な、動物の音だから充電ボーラーしなきゃいけない。ちょっと休憩しようよ。充電する。うん、もうしょうがないよ。はい、休憩タイム入ります。こんなとこで。あ、うわ、怖っ。ぬめってる。ぬめってる。もうしょうがない、汚れてもしょうがない。もうこんな遭難覚悟だから。いや、だってもうしょうがないじゃん。だって朝まで待つしかない。最悪ナビは使える？ちょっと持てないんだけど。勇気ある。いや、だってしょうがないよね。だからこの水はもう与えられないよ。ちょっとだって日が今さ早いじゃん。今日が昇るの早いじゃん、4時ぐらいだから。あと4時間我慢すれば。今充電がね 15% しかないからね。ここ休憩タイム。あ、 iPhone の持ってきてないよね、あの充電器。持ってきてない。充電器じゃない、このコードある。持ってきてない。何も。マジか。あ、1個あった。こんな進む。あ、これ違う。持ってなかったし。なんか声が聞こえる。だってマジで1個しか持ってきてないわ。充電器はいっぱいだけど、だからもうコードがないんだよ。もう光照らす人と、うん、もうツイキャスやめた方がいいと思うよ。確かに今後の遭難したことも考えて、スワッチ1本しよう。ツイキャス止めて大丈夫これ？もういいよね、ツイキャスね。大して見てないもんな。何人？136。すげえ見てんな。おい、
一本にするか確かにこれちょっとやりにくいよね、うん、配信荷物重いし正直全然熱がないから、うん、だからフワッチだけにすればいいじゃん。そうツイキャス一回止めるか。じゃあツイキャス皆さんお疲れ様でした。ちょっとお疲れ様でした。ツイキャスの皆さんはね、うん、はい、ちょっと一本に絞ります。充電器も持ってきてないんで、うん、三脚も重いでしょそれ、うん、充電器っていうか充電コードがないんだよね1個しか。まずどんなものか歩いたらどんどん歩いてきちゃったからね、うん、あの閲覧全然行ってない。道沿いに歩いて気持ち一緒に戻れる遠いけど、てかこれ多分声入ってないのかな、コメント来ない。てかそもそも電波がでも切っちゃえば切っちゃうか赤字だし、しょうがない切っちゃうわ。すいませんこれ入ってるか分かんないけどマジでしときます。お疲れ様です。あ、私おしぼりとか持ってくるの忘れちゃったよ。あ、これで服キャス曲かくかだって。あ、やっぱどっちにしようダメだったんだ。うん、大丈夫デコ引き拭かなくて。あ、拭く。はい、ちょっと端で拭いて。ここ端でふわっちの方が大丈夫なの。なんかね、ふわっちまギリ大丈夫。こっちの方が一応ね電波が強いと思う、ね、若干カッパ発見でふわっちの方のやつの方が、うん、端で拭いてね。ずっあ、いらっしゃい、うん、こっちに来てお帰り。暑いもんね、だって暑い。じゃあそれか片付けたら。片付けよ、確かにこれで、うん、結構持ってない、うん、重いもん、だってこれもすっごい重いんだよ。だどっちかがこれを持ってて、どっちかがちゃんと道をするってやった方がいいよ。お帰りついきやすから間違いないね。うん、電池も消耗されちゃうし。確かにてんてんさん、あれどうした、戻った方がいい。私は進んだ方がいいと思うけど、ここまで来たら。え、でも多分 2,3 キロぐらい歩ってるって絶対。うん、1キロ以上来たでしょ。だってだってさ、これもしさ無事だよまだ。もしなんていうの、この外っていうかさ、この山の外みたいに出れてもさ、うん、結局あれじゃん、だからその車があるとこ行かないと。でも外に出たら分かるでしょ。分かるかさ、うん、道間違えてないって言われてるよ、歩きすぎだって。でもこう道にあったよね。あー、わかるかな。SA が嬉しいって。いや別に、茨城県民なので、な昔何度か行きました。霊感ない私でもなんか嫌な感じしましたね。わかる、俺もなんかさっきからちょっとなんか嫌な感じはしてんだよ。え、私全然嫌な感じしない。いや嫌な感じだったら進めなかった。だからそりゃこんなさ空間だしさ、一本道なんかね、マジで嫌な感じはする。なんか雰囲気っていうか、なんて言うんだろう、空気っつうの、虫が怖い、耳がノイズがする。そう、蚊のブーンってやつがうざいの。蚊がいるね、確かにめっちゃ。じゃあもう進まないのね。いや戻った方がよくない、さすがで。もう多分2、3キロ来たよ。配信的には進んだ方が楽しいけどこれ以上先で何があるか分かんないじゃない。だって井戸2つ目3つ目何があるか分かんないから行くんでしょうが。車帰れなくなったらどうすんだよ。だって朝になれば大丈夫だってマジでマジか。最悪ナビ使えるか今確認する。だってナビなんか使える、ここ分かんないじゃん。ナビ無理じゃねこれ。私だ、最悪さあれ呼べばいいじゃん、レスキュー。そんな、もう死にそうになった。そんな迷惑なことあるだって。もう心霊配信しますって相談しました、助けてくださいって。でも考えてみたら登山とかもそうだよね。うん、そうだよ。考えてみたら登山とかだってあんな趣味で行ってるわけだからね。もうだから、うん、じゃあ戻るか。じゃあリスナーさん、もうだから最悪はね、もう本当死んじゃうって思ったらもうレスキューしかないよ。ああ疲れた。これはそうだよ。でも私が唯一ミスしたのがウーロン茶持ってこなかったこと。うん、だ死ぬ覚悟で来てるよ私は。疲れた、やべえ。戻る？ちょっと休もう、ちょっと。うん、水ちょうだい、水。いやだよ、命の水なんだから。喉乾いたって。じゃあ一口ね、うん、一口だよ。なんで俺持ってこなかったの。でも
持ってきてもさ、ちっちゃいじゃん。一口だからね。はい、ちゃんと一口見て。これライト。おい、ごくごくした。一口飲んだ今。三口飲んだわ。ちょっとここに挟んで。はいはい。サマグネ怖いな、これ。怖くはないんだけど、戻れない怖さかな。ちょっと鍋無理だな、これ。お腹すいた。鍋する？うん、じゃあもう鍋するから戻ろうじゃん。そう、鍋するから戻ろうじゃん、うん、俺も食いたくないんだけど、正直もう。私お腹減っちゃったよ。マジで命の水、ほんとだよ。三口も飲んでんじゃねえよ。三口も飲んでんじゃねえよ。水がないとね、カッパだから。だって車行けばだったらクソ冷たいあれがあるんだよ、うん、確かに。氷まで買ってきて、うん、氷のやつ。雨降ってきたらやばいから、やっぱ戻ろうか。戻ろう。あとカッパ持ってきてない、何にも、うん、すぐそこだと思ったから。あ、カッパあと何いるわ。戻ろう。戻ろうぜ。じゃあどうする、どっちがカメラワークする。そっち、こっち。私が、あのそれ持つよ、光。カメラワークする。いや、カメラワークしてよ。で、私は光を照らすから前で、後ろ。はい、これだとそんな重くないから。じゃあ、はい、じゃあ戻ります。鍋するんで。お腹空いちゃったよ。まあ、戻るのも大変だけどね。ここ固定できないの、これ。ふにふにじゃない、これ。もうちょっと下にやれば。充電してるからね。あー、そうだね、固定できないかも。ふにふに、俺の方だから、俺の方使えばいいや。あ、こっちの方でやらないよ。こっちで。そう、佐護城と著作界の心霊スポット周り。ちょっと撮って撮んのか。普通に横で。どっちかね。横。横って撮る。横にスライドだって。反対なんじゃない？あ、こういうことか。いや、まあ違うけど。熊が来たとき。これも用意とか。熊？熊出たら怖いじゃん。あ、確かに確かに。熊出たら、うん、マジで大声とか出して。いや、私はこれ退治するから。いや、無理だよ。熊戦うから早く逃げて。うん、どこって一緒かやないかもしれない、熊。よし、行く。いや、蚊に刺されてる。やべ、あっち。じゃあ戻ります。コメント見えない感じ、私。これね、ライトを外側にするか。これ本当はスマホ持ってる人がライトをやった方がね。あ、じゃあ、はい。じゃあ私は熊退治で、こういるね。熊はいないかって。熊だよ、熊。よくそんなずかずかいけるな。いけるよ。ちょっと待って、外亀にするんだったら、これこうした方がいい。これ本当に危ないか、ライト。ちょっと待って。外亀にするんだら、これいらない。ちょっとライト持ってて。リスナーさん、前出ていいですか、春日の配信に。いいですか、前で。熊待機。八、もうダメ。もう疲れてたから、これさ。しかもさ、これ重いんだよ、これ、うん。結構充電器とか持ってきてるから。これ結構さっきからバッグが重いんだって。じゃあ行くよ。足太いな。熱い。これ結構ね、充電器とか持ってきてるから重くてやばい、うん、
やばい。